はい、皆さんこんにちは。いつもご覧いただきましてありがとうございます。陶磁器工房きらくです。今日はですね、ちょっとね、商品レビューみたいになっちゃうんですけど、ちょうどね、エアコンプレッサーを買い替えたので、ちょっとね、それの、内容の説明とか、どういうふうに使うかっていうのをちょっと説明したいなと思うんですね。で、今までもエアコンプレッサー、陶芸の工房の方で使ってたんですけど、以前使ってたのがね、中富さんっていうところの、コンプレッサー使ってたんですよ。で、その時タンク容量が6リッターで、100ボルトですね。で、オイルレスの、こういうエアコンプレッサー使ってました。で、比較的その頃はね、安い方がいいと思ったんで、安物の買って、使ってたんですけど、やっぱね、オイルレスのコンプレッサーってやっぱ寿命があるみたいなんですよね。なので結構こうやっぱ壊れて動かなくなっちゃうってことがあるので、今回、動かなくなっちゃったので、こちらも新しいのを買いました。で、今回ねちょっと奮発してですね、若干上位機種を買いました。で、こちらはですね、港工業さんというところの同じく 100V のエアコンプレッサーです。で、何が一番違うかというと、ちょっとこの辺の豪華ですよね。なんか装置がいろいろついてたり、あとね、エアの取り口が2個あったりですね、あとね、静音性、それがね、設計されてるらしくて、とっても使いやすいのかなと思ってこちらにしましたね。で、ちょっとね、これは今日はね、これの使い方と、あとね、焼き物を作るときに何に使うかっていうのをちょっと説明したいと思いますんで、ちょっとね、その辺参考にしてもらえるといいかなと思いますね。でね、陶芸やってる人ですね、このエアコンプレッサーあるとね、すごく便利です。使い勝手がすごくいいので、やっぱ本格的にやる方ですね、エアコンプレッサー1であるといいかなと思いますね。それではね、ちょっと商品説明していきます。それではね、ちょっと早速このエアコンプレッサーにね、空気溜めていきたいと思いますね。で、まずね、ここにドレンコックあるので、ドレンコックをこう閉めて、このタンクにちゃんと空気溜まるようにですね。で、あとね、エアコンプレッサー用のガンですね、これをね、ここに挿します。で、これ挿しましたけど、抜くときここペッと引っ張ればすぐ抜けますんでね、こんな感じですね。でね、ここでスイッチを押すと多分空気入ってきます。ちょっとうるさいと思うんで、ちょっと押したらまた溜まった時にちょっと、スタートしますね。はい。でね、今ね、溜まりましたね。だいたいね、スタートしてから1分20秒で満タンになったので、それぐらいの時間で使えると思います。で、今こうブーって言ってましたよね。で、これね、すごく静かです。前買ったやつだとね、もう部屋の中がうるさくて声聞こえないぐらいだったんですけど、これぐらいの音だったらね、普通に喋っても聞こえるぐらいなので、結構ね、やっぱ静音設計がされてるんだと思いますね。で、基本的にね、ここのグリーンのレバーで圧力の強弱をやるみたいなんですよね。ちょっと今やってみますね。で、強くするときはレバーを右に回すと多分で、弱くするときは反対に回すと、ここで今シュ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 ってますよね。これがね、突出の圧力ですよね。これで調整していく、調整して使うみたいですね。で、これね、使ってると勝手にね、減ってきたときにこうモーターが起き出してまた空気溜めてくれますんで、とっても便利で使いやすいと思います。でね、あとね、6リッターのタンク前使ってたんですけど、6リッターってやっぱちっちゃいんですよね。結構ね、すぐなくなっちゃうんで、できればやっぱ少し大きめの方がいいかなと思うんですけど、このね、オイルレスってやっぱちっちゃいのしかないので、オイル使うやつは多分メンテナンスが大変なんですよね。なので、これぐらいあれば十分使えるかなと思いますね。あとね、私今回買ったのが、このエアガン、こう新しいんで、こうビニールついてますけど、エアガン付きのやつを買って、あとね、その他にもね、タイヤの空気を入れるアジャスターが付いてるやつも売ってたりするんですけど、私車に空気入れない、入れることないので、今回このスプレーガンのセットにしましたね。でね、その他にもこういうね、細長いノズルが付いてるんで、ここをこうグリグリ回してこのアタッチメント取り替えて、使うこともできるみたいですね。これもとても便利だと思います。それでですね、今ちょっとコンプレッサーの内容が説明しましたが、
では実際に焼き物を作るときにどうやって使うかっていうのを今度説明していきたいと思います。そしたらね、今度実際に焼き物に使うときの使い方です。でね、主に使うのはね、こういうね、石膏型を使って型で作る作品を作るときに使うんですね。で、例えば押し型でも鋳込みでもいいです。ここにもう形がこう粘土できたとしますよね。でそういった時にこの粘土と石膏のね、型離れが悪いんですよね。でそういった時はこの粘土と石膏の隙間にこういうふうにね、エアを少しこう入れてあげるんですね。そうすると作った粘土の器がボコボコって浮いてくるので、それでこう外してあげる感じです。なのでこのね、コンプレッサーあるとですね、すごく便利です。逆にないとですね、なかなか外れないので、このコンプレッサーでこうこう浮かして使ってあげるっていうのが一つですね。まあ、大体私は主にこれで使いますね。なのでまあ型押ししない人はなくてもいいと思うんですけど、ただやっぱあるとね、便利なのでね、そんな感じで使ってもらうといいと思います。あともう一個ですね、こうやってね、釉薬を霧吹きでかけたい場合、これステンレスの柄杓なんですけど、ここに釉薬を入れて、通常はね、ここからこうやってプーって息を吹いてあげると、ここから釉薬がピューって出てくるんですね。霧状になったやつですね。でそれをまあ疲れるので、ここにこうやってガンをセットして、このままこうやってシュ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 と、ここから霧状の釉薬が出てきて、釉薬が制御できる感じになります。なんでこれも結構ね、便利だと思います。でこれないとですね、やっぱり、ね、すごく疲れるんですよね。なのでまあ1台これを持っとくと、とても、陶芸のやる気が出てきますよね。でこれ1台で2万円ぐらいだったんで、まあ、そんなに高いもんじゃないので、まあ、焼き物をいろいろ作る方ですね、買ってもらうといいかなと思いますよね。でね、これ例えば焼き物以外でも DIY 好きな人とかいますよね。なんかまあいろいろ物を作ったりする、他の焼き物以外のものを作ったりするやつですね。でそういうのもね、結構エアコンプレッサーって使えるので、結構使える用途が幅広いんですよね。なので DIY 好きな人とかはやっぱりね、マストアイテムだと思うんですよね。私も結構 DIY でいろいろ作ったりしますので、そういう時もこれを使ったりしますよね。なので、まあ、こんな感じで、まあ、焼き物で私はメインで使ってますけど、焼き物以外でもこういうコンプレッサーあるとすごく便利ですので、皆さんもですね、ぜひ検討してもらって、使ってみようかなと思った方はですね、一応これおすすめですね。まあ、そんな感じで皆さん参考にしてみてください。